では、えー、第34回のウェビナーですね。今日は、鍼灸師向けのベーシックセミナーにということで、県部の評価と治療についてお話ししていきたいと思います。でスライドを作成にあたりですね、小林先生、木村先生、浅霞医学療法士に、えー、ご指導とご協力を受けたまりましたので、ここに感謝申し上げます。では、えー、本日の内容です。今日はですね、えっと、前回、 9月、去年の9月にやった、えー、エコガイド化、ハリ治療、u s d s の総論の内容をちょっとだけ復習してから、えー、肩の方に入っていきたいと思います。検部の評価方法について、えー、指針方法について、それから、えー、小林先生には、えーと、デモ、指針のデモを行ってもらいます。で今日の内容は、この、検、えー、通公縮肩に対するファシアリリースの書籍の内容にのっとってますので、 こちらをお持ちの先生は書籍も照らし合わせながら見ていただけるといいかなと思います。で今日のウェビナーでですね、型治療の流れがわかる。そして、針の不適応病態っていうのがどういうものなのかっていうのがわかり、評価方法がわかり、そうすると治療の指針ポイントと、あとはですね、練習法っていうのもお示ししますので、練習方法がわかるっていうようになっております。では、 やっていきましょうで最初、ちょっと総論ですね。これが、えー、去年9月5日にやった内容になります。鍼灸師がエコーを使うとどういったことが可能になるかということを、えー、簡単にお話しします。まず、評価で、えー、エコーを使うことがあります。スクリーニング検査や治療前の評価を行い、針治療適用でないとなった場合は、えー、医療機関へ。 患者さんを紹介するんですがその際もエコーの、えー、所見などを伝えて多職種間での、えー、共通言語としてエコーを使うと、えー、円滑なコミュニケーションができるということになりますそして、えー、もちろん治療中もエコーを使うことによって、えー、正確な部位への指針危険部位への指針あと患者さんの満足度の向上などにもつながりますそれから治療後の再評価や、えー、怪我など復帰のタイミングの評価にも使っていったりします あとはですね、あの、まず、田先生のところもよく使っていると思うんですけど、スタッフ教育なんかでも、えー、と、エコーを使って、どこを今自分が触っているかなどを、エコーで確認しながら、教育にも使えるツールになっています。で、鍼灸師の場合気をつけなきゃ、気をつけなければいけないのは、えー、と、診断してはいけないということになります。で、ここでいう診断とは、西洋医学的な診断名を患者さんに伝えることになりますが、 このスクリーニング検査の時などにもよく気をつけていただければと思います。あと気をつけなければいけない点として、エコーだけで全ての発言評価ができるわけではないということですね。えっと、動作分析や問診、あとは触診など、総合的な評価の上で、エコーもその一つの材料にするということになります。 それから機種によっても機能が違っていますのでエコーのですねまあいいエコー上位のエコー下位のエコーというのもいろいろあるので見え方がちょっと違ってきてしまう機種依存性というのがありますそれから使う人のスキルによっても見え方が違ってきてしまいますので術者依存性というものもあります それから、えっと、最後、ここも鍼灸師が気をつけなければいけないところですが、そもそもあのエコーというのは診療報酬を得るための機器になりますので、鍼、ま、灸、あ、師が使う場合は、あくまでも観察や、えー、まあ検査、評価のために使っているということになるので、まあ、実施の費用を請求できないというところは気をつけてください。では、ここからですね、えっと、肩の強化の話をしていきたいと思います。 研通といってもですね、いろいろな病態が考えられます。で、鍼灸院にですね、まあ、どっかから落ちたとか、ぶつけたとか、あんまりこう、あからさまな外傷の方、通の方は来ないかなと。まあ、うちにはあんまり来ないんですけれど、えっ、ー、と、鍼灸院で気をつけなければいけないのは、この内科疾患から来る研通、えー、かなと思っています。でこれは、まあ、簡単な判断材料とすると、 肩が痛いって言ってるのに、こう肩を動かしてもらったときに、もう全く可動域制限がない。いや、動かしたときにまあ肩の痛みが増悪しない。などの肩痛の場合は、ちょっと、えー、怪しいなと内か、えー。内臓器系から来る可能性があるなと、怪しいんだ方がいいかなと思います。であとですね、エコーで、えー、見るとですね、判断できるものとして、 リウマチ性多発筋痛症、PMR っていうんですが、これはですね、比較的高齢の患者さんで、えっと、両肩ですね、両肩がもう痛いっていう患者さんで、エコを当ててみると、えっと、サブのところで、憲法が活性基本のところで,ですね、えっと、ドプラ反応が出ている、そこを中心にドプラ反応が出ているっていうようなものは、え、まあ、内科の先生に紹介した方がいいかな。 とといいううよなな病態になるかと思いますこの辺りは書籍の37ページに詳しく書いてあるのでそちらもご参考ください。でですね問診をしていくんですが、えっと、問診はですねこの OPQRST っていうところを聞いていくと、まあ、漏れなく聞けるかなと思います。まずどんなきっかけで痛みが出始めたのかそれから 痛みが悪くなったり、まあ、軽くなったり、良くなったりする動きや姿勢があるかどうか、痛みの正常ですね、ズキズキするのか、ずーンと重たい痛みなのかなどですね、あと、それから場所もこう指一本で、こうこってさせる痛みなのか、なんかこの辺と、曖昧な感じの痛みなのか、放散痛があるのかないのか、それから随伴症のしびれなどがあるのか、 えとあとはまあ仕事とかですね日常生活でどれぐらいの支障が出ている方の痛みなのかあとは痛みの経過などを聞いていきますでこれをあの実際の、えー、と臨床でですねどのように聞いているかっていうのをちょっとあの動画を撮りましたのでそちらをご覧くださいじゃあ黒さんこんこにちは,はじめままましししして小林と申しますしますよろしくお願い本日は右肩の痛みということでよろしいですかね。はいはい 右肩は、あの、いつ痛めましたかね。えっと、一週間前に。一週間前ですね。<laughs> あの、何か痛めた原因みたいな心当たりはありますか。あ、筋トレしてつです、ね。筋トレですね。筋トレのベンチプレスですね。<laughs> うん。その時に、あの、ベンチプレス終わったら、何か痛いなって感じですか、ね。終わなんか、やっちゃった瞬間って分かりました。あ、持ち上げた時に、ね。うん。次と。うん,うん、うん。痛くて。 うん持ち上げた時にこう下げていってそこからぐっと持ち上げる瞬間って感じですかね。ねなるほど。か、はい、しこまりました。で一週間経ってっていうことなんですけどその痛みの経過はどうですかね。痛みはあんま変わらないです。うん、うん、う最初あった痛みが重とするとまあ重のままずっと一週間経ってるって形ですかね。そうですね。 確かしこまりました。今は、あの、何をすると痛みは出ますか。えっと、着替える時。着替える時ですね。具体的に、こう、どのと、着替える、脱ぐ時ですかね。脱ぐ時です。うんうん。脱ぐ時に、こう、ああ、痛いって感じで。うんうんうん。ズキッとします。ズキッとする痛みですね。はい、なんか、鈍い痛みといては、鋭い一瞬の痛みっていう感じですか。そう,ですうん。 ここが痛いってさせますかねここですうん。この辺というよりも指一本でここってさせる感じですかねここがズキッとしますなるほどなるほど痛みが楽になる動作みたいのはありますかねもう痛い時は痛いけど何もない時は特に痛くないという感じ、ね、そうですね特に今座ってるだけなら何も痛くないです、うん、なるほど かししこまりまりた。そしたら次にあの動きを見ていきたいと思いますので、はいち、ちょっと動きやっていきましょうかね。はい、はい、このように OPQRST で聞いていくと、まあ、漏れなく、えー、と聞けるんではないかなと思います。そして、エコー評価ですね。 で、このエコー評価は、えっと、発言評価ではなくて、そもそもまず新旧の適用なのかどうかのスクリーニングの評価になります。で、えー、見ていくのが、えー、上腕二頭筋、超頭筋周囲の液体貯留や、えー、肩周囲のドプラハンドですね。あとは、えー、石灰沈着の有無。また、その石灰沈着のところに、えー、炎症があるのかっていうのをドプラで確認します。あとは、まあ、鍵盤断裂なども確認していきます。 でこれらのスクリーニング検査なんですが一連の流れでやっていくと、まあ、慣れればそんなに時間がかからないでできますのでそれもちょっと動画でお示ししたいと思いますでは肩関節のスクリーニング検査をしていきます肩関節がです、ね、軽度進展を取れる方はこのように引いてもらうと見やすくなるのでこのような形でやっていきます でまずですね、見るところは、えー、結節観光部になります。結節観光部を見て、まず上腕二頭筋長頭腱が、えー、結節観光の中にあるのか、または腫れてないか、周りにお水がないかなどを確認します。でさらに、えー、ドプラーを使って、炎症の部分も確認していきます。でそこが、えー、終わったら、そのまま、えー、東方にプローブを持ってきて、えー、プローブの向きを 縦に変えてて今度はファセットを見ていきますまずスーペリオファセットからミドルファセットまで全体的にプローブを扇状に動かして頸板断裂やここでも頸骨が活液法にお水が溜まっていないか石灰がないかまたドプラで炎症がないかなどを確認していきます続いて後方を観察していきます ちょっと向きを変えていただいてこの時手は下水にしていただいて大丈夫ですで今度は後方から関節関節を観察していきますでここで関節下と上腕骨頭が病出できてますのでここでも炎症反応がないかどうかというのをチェックします でさらに、ここ、健康局がここにありますので、健康局に対して、プロ棒直角に当てて、この辺りにガングリオンがないかの有無も確認しておくといいと思います。で、この検査でですね、異常所見があった場合、どういった画像が出てくるかというと、二頭筋の 上和二頭筋長頭腱の周りにですね、液体貯流がある場合は、ここが腱になりますが、この周りに黒い抵抗の像が出てきます。これも二頭筋長頭腱の周りのドプラ反応ですね。ここが腱で周りに点々点と反応があるという画像です。それから腱法下活液法ですね、液体貯流なので、こちらも黒く抜けた 黒い抵抗の像で見えます。それから鍵盤内にですね、石灰沈着がある場合はこのような感じでこう黒い丸のようなところで表面が白く高光に映る石灰が描写できると思います。でここで石灰があった場合もドプラを当ててですね、ここに炎症があるのかないのかっていうのも一緒に判断してもらうといいかと思います。 で無症候性の腱板、石灰沈着っていうのもあるので、えー、とそういった場合は、新、え、規、ー、の適用として、えー、私は治療をしています。で、これは腱板断裂ですね。断裂してこの、えー、付着部が黒く抵抗で抜けているゾーンになります。でこういったものをスクリーニング検査で最初に、えー、判断していくといいかなと思います。 で次、治療部位なんですが、えー、とこれが97ページに、ですね、治療部位は一覧で載っているんですけれど、もうあのたくさんありすぎて、ですね、まあ、最初、ちょっとね、これだけいっぱいあると、どこから手をつけていいかわからないっていうふうになってしまう、えー、方もいるかと思うんですけれど、その場合、ですね、フローチャートというのがあります。でこのフローチャートに沿って、えー、と検査をしていくと、ですね、どこを治療したらいいかっていうのがわ、えー、かるようになっています。 でここがちょっとあの、フローチャートが見にくいと思うので、先ほどズイッター先生が送ってくださったあの URL を見ていただくと、それか書籍の55ページですね、一緒に見ていただけると分かりやすいかと思います。でフローチャートのですね、この、まずこの図を見てですね、パッと見、ちょっとあの、すぐに分からないかもしれないので、えっ、ー、と、アサ PT がですね、動画で説明をしてくれているので、そちらを一緒に まずはじめに、えー、フローチャートに入る前になんですが、えー、患者さんに痛みの部位をしっかりと確認しておきます、えー、患者さんの、えー、中で、えー、肩が痛いというのは、えー、首経営腱部の痛みを肩と認識している場合もありますので、えー、しっかりと肩甲上腕関節が痛いというのを、えー、患者さんに確認を取ってから、えー、フローチャートに入っていきます それでは実際にフローチャートに入っていきますフローチャートでは3つの動きを確認します1つ目は肩関節の外転運動2つ目が血体運動です3つ目が血圧運動になりますそれではまず外転運動から確認します外転は左右同時に外転運動してもらって自動運動で外転運動してもらって可動域の左右差を確認します それでは横から手を上げて耳につくように上げてみてくださいえこの時に、えーまあ、左右の腕と耳の距離を見たり、えー、実際に可動域のこう変化を確認することで、えー、左右差を見ていきますで痛みがあるか可動域の制限があるかなどをチェックしていきますでこうしていただきます で次に決体動作ですじゃあこういう動きをしてくださいアクティブで、えー、できるところまでやっていただいてからパッシブで、えー、最終可動域まで評価すると良いと思いますで決体動作ですが決体動作は外転と進展と内線いからの内転という複合動作になりますのでそれぞれの動きを、えー えー、パッシブで誘導するときに確認すると良いと思います、えー、次に血、えー、発動作ですじゃあ頭の後ろに手を置いてくださいこちらも同様にアクティブで運動を行った後にパッシブで、えー、最終可動域まで持っていくといいと思います血圧、えー、動作に関しても屈曲と外転と外線そこからの内転 になっていきますすのでそれぞれぞ確認していいいくと良いと良思いますまたこの3つの動きを確認する際に肩甲骨の動きもしっかりと確認して上腕骨としっかり連動して動いてきているのかというのもチェックしておくと良いと思います。でこの3つの動きに可動域制限がある場合または痛みがある場合に異常とします。可動域制限が血発に 可動域制限がなかったとしても、結発運動は、えー、肩の健康上腕関節を軽度水平屈曲することで、まあたかもできているように見えてしまう場合があります。でまた、血体動作においても、えー、内転ではなくて、簡易転移とすることで、まあたかもできているように見えてしまうことがあります。実際に入れていくと全然にいかないという場合もありますので、 しっかりと外転位での外線、可動域、水平曲位でのサード内線などの可動域もチェックする必要があります。実際に血体や血圧で可動域に問題がないと見られても、セカンド外線やサード内線で可動域に制限がある場合、または痛みがある場合は、 異常と判断します先ほどの評価で問題がない場合は肩関節以外の問題を考えていきます先ほどの評価で痛みや可動域制限がある場合は次にエコー評価に移っていきますエコーで肩関節を確認した後に炎症の有無を確認して炎症がある場合は炎症病態の治療に移ります炎症がない場合は 続けて運動の評価を行っていきます次にフローチャートを進めて治療部位を決定していきます治療はまず第一選択として2つの治療部位を挙げています1つ目が右向上腕靭帯 CHL です2つ目が憲法下活液法 SAB ですこの2つに異常があるかどうかを確認して治療部位を決定していきますまず 憲法下活液法ですが患者さんにアクティブで、えー、サード内撰を行っていただきます、まあ、手を前にこのように出していただいて親指を下に向けるようにしてください、えー、この時に、えー、肩関節に痛みが出れば異常として憲法、えー、下活液法 SAB を治療対象としますで次に、えー、ファーストポジションでの外旋を行いますこれはパッシブル 多動運動運で行いますこれで痛みがあれば、えー、CHL を治療対象としますでこの時に、えー、CHL が硬い人は肩甲骨が後ろに行って代償してしまうので、まあ、そこもしっかりと抑えながら可動域を、えー、検査するといいと思います、まあ、この2つの動きサード内線とファースト外線の動きで異常がある場合それぞれ、えー、CHL と CHL SAB を治療します。治療した後に、えー、著名な改善が見られた場合は治療は終了とします。改善が見られなかった場合はフローチャートの次へと進みます。でえっ、ー、と全くち、えー、改善が認められなかった場合は拘縮型、えー、フローズンショルダーを疑って関節法、複合体などの治療に移っていきます。 やや改善が見られた場合は、運動をもう一つ追加して、別の部位の治療を行っていきます。水平屈曲を追加して確認していきます。この可動域に制限がある、または痛みがある場合は、曲下筋を次に治療部位として選択していきます。曲下筋の治療をして、また、 もともと痛かった動き水平屈曲や、えー、血体・血発を行って症状が改善してしまえば治療は終了となりますまた、えーまあ、やや改善が見られましたが痛みが少し残っている、えー、もしくは全く曲下筋制限がなかった場合そういった場合に次のフローチャットに移っていきます 水平屈曲をして全く制限がなかった場合また、えー、制限があり許下筋を治療しましたが、えー、まだ全て改善されない場合そういった場合にはここで大きく深呼吸をしてもらいます、はい、吸って、て吐いいもらいます。吸気もしくは呼気、えー、どちらかで可動域がぐっと変化する場合そういった場合には前屈筋が関与している場合が考えられますなので 深呼吸で可動域が痛みが変化する場合には前虚筋の治療を次に行っていきます前虚筋を治療した後に改善が全くなかった場合またはやや改善しましたが少し痛みや可動域制限が残っている場合次の評価に移っていきます肩関節の屈曲と第 1C での内旋 この2つに可動域制限がある場合異常と判断しますで可動域制限もアクティブとパッシブでの差を確認しますアクティブでまず上げていただいてパッシブでエンドフィールまで確認するこのアクティブとパッシブで可動域に差がない場合は、えー、関節包複合体の治療に移っていきます アクティブよりもパッシブで可動域がある上がる場合は金、えー、などの原因が考えられますので、えー、再度、えー、詳細に動作分析や評価をしていって、えー、治療部位を決定していきます、えー、まず痛みの部位はどこですか痛いいですはい えまずここで、えー、経験部ではなくて、健康上腕関節が痛いということが分かりました。なので、評価に移っていきます。では、両手同時に手を上げてください。はい、左に比べて、右の肩関節の可動域制限が認められます。じゃあ、下ろしてください。ちょっと手を後ろに回していただいて、からちょっと動けるところまで押していきます。 血体も可動域制限があります頭の上に手を上げてください。血圧も可動域制限があります。外転、えー、血体、血圧、すべて可動域制限があったので、まず初めに炎症の有無を確認するため、エコーで評価をしていきます。えー、肩関節のエコー評価が終わり、えー 炎症があった場合は炎症病態の治療に移って、えー、炎症がなかった場合は続けて評価を行っていきます。それでは手を前に出して、親指を下にしてください。痛みますか痛いです。はい。サード内線で、えー、痛みがありました。えー、次にここから外に広げていきます。これ痛みますか、はい、痛いです。はい。えー ファースト外線でも痛みがありました。なので、まず、先ほどの外転や血体、血発で過度域制限や痛みがありましたが、えー、治療部位としては CHL と、えー、SAB を選択します。SAB と CHL を治療して、えー、改善が見られれば治療は終了です。改善が、えー、見られなかった、またはやや改善したが痛みが残ってしまった場合、 そういった場合は水平屈曲を追加して確認していきます肩を内側に入れていきます可動域制限がありますので曲下筋を追加して治療します曲下筋を治療して症状が改善されれば治療は終了ですやや改善した場合または全く改善しなかった場合そういった場合は次に移っていきます えー、次は、えー、水平屈曲をもう一度確認して大きく深呼吸してもらいます、はいはい、深呼吸で、えー、水平屈曲の可動域が変わりましたので追加として前屈筋を治療していきます、えー、前,屈筋前屈筋を治療して、えー、症状が改善した場合は 治療終了です。やや改善しましたが症状が残る場合、または全く変化がなかった場合は次に移っていきます。では肩を前から上げてください。はい、は少し最後押していきます。はい、ありがとうございます。では肘を曲げてここから内側に、はい、押していきます。 屈曲と、えー、ファーストポジションからの内線運動を行って可動域制限が認められました、えー、この可動域制限がアクティブとパッシブで可動域が変わらなかった場合は関節報復合体の治療に移っていきますアクティブよりもパッシブで可動域が変わった場合は、えー、再度、えー、追加評価を行って詳細に、えー、発言を探していきますはい。 ちょっと動画だと長いんですけれど、あの、この検査慣れてしまえばそんなに時間はかからないので、えっと、何回か見直してもらえるといいかなと思います。で、えっと、発言が分かったとして、そこに針をですね、あの、効果に持っていかなければいけませんので、その練習方法をえ次はお示しします。 でまず交差法ですね交差法はプローブに対して針を直角に入れていく直行して入れていく方法になります次に新管の立て方ですでエコーの機種にもよるんですけど真ん中に大体何かしらの矢印とかがついてますのでその矢印のところに新管を立てますでその際にあの当てがないと新管がつるつるつるってずれちゃいますのであのやり方いろいろあるんですけど こう親指と親指が接するようにここにあてを作った上で設備します。で、その際に新刊のなるべく上の方を持ってあげると設備がしやすくなるのと、ズレが少なくなりますので、そういうふうにやってます。で、断入なんですけど、一発でポンといくやり方もあれば、複数回ちょちょちょっとやるやり方、どちらでもいいと思います。以上です。で続いて 平行法です。平行法はプローブに対して平行に針を入れていく方法になります。平行法は、えー、皮膚から浅い部分の方が身体の描出をしやすいのでディープファシアの部分で練習するとイメージがつかみやすくなると思います。プローブの端の部分から設備を行っていきます。大丈夫ですか、はい、はい。で、この状態で今、あ針先が 皮膚の下にあるのですが、その状態で、このような形で、プローブで針を引いていきますで。この状態で目線をプローブの真上のところから見ていただいて、プローブに対して水平になるような形で、針先を侵入していきます。こうしていただきますと、このような形で、針先がきれいに描出できると思います。 もしもこの際に針先の描出ができていないという場合は、一度手を離していただいて、もう一度プローブの真上から見ていただきますと、だいたい針の向きとプローブの向きがずれている場合が多いので、その際は針先にプローブを合わせてもらうか、もしくは一度引き抜いてもらって、もう一度プローブに対して水平になるような形で目線を真上から見ていただいて、 侵入していただきますと、針先の秒数がしやすくなります。はい。で、えっ、ー、と次に治療部位ですね。えっ、ー、と高頻度治療部位として今回フラチャートに出てきた SAB、CHL、えー、屈 CH 下筋、あと前屈筋の上部繊維をデモしていきます。 で、最後に健康課金なんですが、こちらはもう臨床上あのよく使うところになるので、こちらも最後にお示ししたいと思います。で、デモの前にちょっと解剖の復習をしていきます。で、憲法下滑液法 sab なんですが、この憲法の下にあるえ、滑液法ですね。で、三角巾か滑液法と連続してつながっていることも多いと言われています。 で、位置関係として、えー、この一番深層、えー、部カプセルがあって、その上に、えー、鍵盤ですね、極上筋、極下筋があり、その表層をですね、今度、えー、CHL が覆って、その上に、えー、サブという順番になっています。で、この憲法学家庭規法の、えー、表層、天井を、えー、フェリペリバーサルファットがあるということですね。 CHL です CHL は浮凍、えー、突起の裏側、基部から、えー、とこちらに、えー、大結節、小結節まで広く存在しています。で断面図で見ると、このように鍵、えー、盤、極上筋、極下筋、これは肩甲下筋ですがで、ここの表層と深層、両側を覆うようなあ立体的な構造になっていると言われています。 で続いて、極下筋になります。極下筋は、えー、上、中、下の、えー、と3つの繊維に分かれていて、ここを黄層繊維、えー、こちらは斜層繊維と言ったりもしますが、この中部繊維がです、ね、一番深層を走っていて、これが、えー、後方の関節法に、えー、付着していると言われています。でその、えー、と深層、えー、表層ですね、こちらの斜層繊維がずっと走っていって、えー ファセットの方に、ミドルファセットの方に付着していくという走行になっています。で、前虚筋です。今日はですね、この第一肋骨、第二肋骨の付着する上部の繊維を狙っていきたいと思います。で、東方から観察すると、この肩甲骨の裏側から、こちらの第一肋骨、第二肋骨の方まで。 このように走行している筋肉になります。これらを踏まえた上で、小林先生にデモをしていただきたいと思います。